どうだ、まだ時間はかかりそうか。そうだね、まずは汚れを探すところだからね。気配でたどれないなら見つけるしかないし。でもよかったの。そのアリシアを同行させて。最初は確認のつもりだった。だけどアリシアが残ったということは場外に出たアリシアはしくじった。なら可能性は3つ。場内から出たアリシアが黒か、それとも場外に出てから接触したアリシアが黒、もしくは複数体の操作が可能。まず複数操作だけど、これはなしだ。今ここにいるアリシアに聞いたけどやっぱり制御不能は1体のみらしい。なら複数の操作はできない可能性を見た方がいいだろう。罠を考慮してもわざわざ制御不能個体が複製を作らないことに疑問があるんだ。有利に運ぶ流れを幾度なく敵は見逃している。騙し知能はあるのに有利に運ぶ知能はない。それどころかエラーを複製しているあたり、乗っ取っただけでアリシアの力を完全に使えるわけじゃない。そもそもアリシアを選んだ理由も気になるしな。それで場内アリシアが黒、これもなしだ。一番有利なポジションにいたのに何もしなかったのが気がかりだ。同じ理由で現在一番有利なポジションにいるこのアリシアが俺たちを襲わないのが白の根拠だな。今一番敵からやられたくないのは拠点と元凶を把握されることだ。それをされない限り敵は盤石。だからラルを襲ったんだろう。なのに俺たちを襲わないのはおかしいんだ。最後にウル、俺はあいつに2パターンの指示を出した。ウル、もし場内にアリシアが戻ってきたら消滅させずに時間を稼いでくれ。いろんな可能性を確かめたいんだ。こっちにたまたま報告に来たアリシアを同行させる。いいけどもし来なかったり、戻ってきても明らかに白だったら。明らかに白でもだ。なぜならウルが足止めしていてよそで偽アリシアの被害が確認されれば選択肢を絞れるからな。それに白のアリシアなら命乞いはしない。アリシアの覚悟は本物だ。それを汚すようなバカに容赦する必要はない。そしてもし来なかったら俺のところに来てくれ。逃げたということは俺を狙ってくる可能性がある。もしくは他アリシアも黒になる可能性が高いから、同行させるアリシアの監視の護衛を頼みたい。ただ消せって言えば楽なのになんでそこまで面倒くさい指示をするの、主様。アリシアのミスにさせないためだよ。アリシアが身を挺して相手をおびき出してくれたおかげで解決できた。そう言えたらアリシアも気が楽だろ。俺はお前たちの主としてここに立っている。戦えないのだからフォローをする。それが俺が今戦場に立っている意味だ。ウル。かっこいい。ウルは来ない?つまり玉座でウルとアリシアは戦っている。そしてここで一つの可能性を試せるんだ。可能性?ここにいるアリシアが本体となり、複製を場内にいる奴を除いて全員回収する。それでアリシアが汚染されてなければ場内にいるアリシアが黒だ。そのまま足止めさせていれば戦況がマシになるだろ。やれるか、アリシア。はい、自分が犯した問題です。ぜひ挽回させてください。ああ、だがこれをすればアリシアは相手の尻尾をおびき出した功労者だ。アリシアは餌を用意したことで相手をおびき出した。そんなストーリーが完成するんだ。アリシアのミスは俺がフォローする。約束しただろ。パト様。悪知恵はよく働くんだ。いたずらは大好きだからな。もちろんいたずらをしたら言い訳を考える。要はただの言い訳さ。どうせなら俺のいたずらの言い訳に付き合ってよアリシア。この人は、本当に優しい。パト様がここまでお膳立てしてくれたんだ。パト様の言い訳が現実になるようにせめて結果を。分身体、場内にいる個体を除いて全員回収。もしこれで偽アリシアと同じ状態になったら少なくとも2名、ウルを再度こっちに召喚させてこのアリシアを撃破させ、もう一人の偽アリシアを追えばいい。偽アリシアは一つミスを犯した、お前らの長所である、気配遮断。アリシアの体を乗っ取ったせいで気配を感じられる、少なくとも数を減らした偽アリシアを追うことは可能なんだよ。あとは戦場で中級と戦っているみんな、踏ん張ってくれよ。ゼルミウス、こいつらは単体はそこまで脅威ではないのだが、プレデターロードが、あの捕食を続けさせているとゼルミウスの数は増えるし、強化される気でこいつを使い使い極まりない。私の覚醒支配はあくまでアシスト系、植物や物質を覚醒させて攻撃手段に用いたり、自身の強化には使えるが、集団相手になるとちょっと負担が大きいな。ただこいつらは植物や物質に寄生する。私の戦い方とは本当相性が悪い。なら自身のバフをつけるしか方法はないわけだが、近接で一気に。ダメか、ドアに届いていない、硬いな。と、守りに入ったか。いいじゃないな、一撃で潰せれる火力を持っていればたやすいのだがな。少し目を離せば捕食して全回復、本当に厄介だ。また別の個体、何なんだ、なんで作戦当日で違う動きをするんだ、今まで本能的な動きしかしてこなかったのに。と、やはり今の私だけの力では無理だ、使うか、これを。この力を解放すると私の抑制できる覚醒の度を容易に超える。長期戦になれば命の保証がない。出し惜しみをしている状況じゃないな。どちらにしろ戦場で死んだならそれは己の力不足。恥を主にさらすなら潔く命をさらしてみせろ。ジュエル
ってみらんぞ。リミットオーバー。エラー。このまま手前にある2つのエラーを突き進む。一度この状態になって一度の進歩すごい存在感を感じるからな。どうだ、目に見える範囲は全部駆逐した。これで少しは。だからどこ。待て、なんだこの個体。肉体がエビスだ。まだ形成されていない状態で出てきている。仮説をするなら、性欲のアリシアというのはこいつらの現状に支配された、そして無限支配を使用して養成したのだが、さっきまで私が戦っていた個体。だが今は誰かが見てアリシアを抑制しているおかげで無限支配による養成とエネルギー成長が止まった。だが相手もエラーを作りたい。だが今まで1日かけて作っていたエラーを空気に出したせいで肉体維持ができていない。これはこちら側が優勢と言っていいのかな。よし、目覚めの手ある。1時間、この消費量ならいける。じゃ、助けに来ました。道徳副総長、大丈夫ですか？今から直しますので。後方支援のユーリエカ、君は戦闘専門じゃないだろ。不用意に前線に出てくるな、危ないだろ。でもでも、後方支援なのにぼーっとしてたらラル様に怒られちゃうし。それにそれに、いきなりアリシア様が消えちゃったから戦況が全然わからなくなったから自分の足で確認しないとだし。ちなみにユーリエ、先に言っておくが応援はしなくていいからな。ただでさえ強制覚醒を使って消費が激しいのに、お前のバフでさらに覚醒したら過剰覚醒ですぐにダメになる。え、もう応援しちゃったんだけど。だって言われてから動くような三流にはなるなって、ラル様が。これで覚醒時間短縮。30分もつか。怪しいな。やばい、考えなしにぶっ放してたら当たり一面火の海。主に怒られちゃうな。倒すだけなら簡単なんだけどな。セーブして戦えっていうのがそもそも僕向きじゃないっての。そうだそうだよ、範囲を狭めて区切って、その中でぶっ放せば怒られないんじゃない。乖離支配、空間断裂。いいねいいね、空間を乖離したおかげであの虫どもが逃げられなくなってる。ああ、すっごくいいこと思いついちゃった。ここから僕が衝撃を出して圧迫させて潰してやるよ。効率いいね、やっぱり僕は戦いの天才だね。さあさあ、潰れろ潰れろ、現れたら即座に全部壁にすり潰してあげる。冬物手放せ、去り物は潰す。恐竜は外に抑制されることで新たな可能性を見出し、苦手としていたディスアグリルどころか、全中級エラーを抹消できる力を手に入れた。困難を超えて恐竜力を得て、ロートは抑えていた力を酷使することで現状を打破することに成功。ウルによる偽アリシアの足止めのおかげで戦場の戦況が外側に傾き出した。全てはアリシアの分身再回収で状況が決まる。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。